はい、こんにちは、ブレダです。今回なんですけども、ちょっと今までね、約もう1、2週間ぐらい動画上げられなかったということで、本当に、まずは本当に申し訳ございませんでした。本当に申し訳ございませんで、理由、とかね、すごい気になると思うんですけど、ちょっと理由といたしましては、やっぱりそのスマホがね、撮ってたんですけど、ビデオカメラでいろいろ撮ってて、でスマホに転送して、そのスマホででをパソコンとかで編集、持ってってパソコンとかで編集して、スマホにまた移してスマホで上げるって形になるので、スマホがなければ動画を上げれないんですけど、そのスマホが、その僕の親にあたるそのお母さんがいるんですけど、その人にもう取られてしまったっていうことが一つ原因かなって思ってます。その取られた要因といたしましては、やっぱり普通に怒られるようなことを、ね、しちゃったっていうのがあったんですけど、何をしたかっていうと、あんまりそこへ深くは言えないんですけど、やっぱり悪いことしてしまって、そのスマホを取られて動画をずっと上げられることができなかったっていう感じがあれかなと思います。なんでちょっとこれからもね、また上げれない期間とかもすごいあっちゃったりするかもしれないですけど、僕も高校生なので、やっぱり親にもね、やっぱそう言われる、スマホを取られるってやっぱり全然ないことじゃないと思うんで、よくあることだな、だと思うので、やっぱりそこをね、しっかりとした生活でスマホを取り戻せるように、頑張っていければいいかなと思います。なので、ちょっとこれからももしかしたら動画上げれない時間になると思うので、今まで週4投稿って形してたんですけど、ちょっとそれを変えて、不定期投稿にしようかなと思ってます。川木土日じゃなくて、不定期にやりていくって感じです。いつ上げるかちょっと正確には言えないんですけど、なるべくね、多く動画上げれるようにして、大体上げる時間は9時、夜9時とか8時ぐらいに上げるので、それをね、理解していただければいいのかなと思います。ちょっと本当に申し訳ないなって感じです。あと他にもいろいろね、前の青鬼のね、実況のね、動画とかでもカメラ止まったりとかして、本当に上げる動画とかもあったんですけど、すごい勝手に削除されてしまって、本当に怖くて、そう、本当に上げる動画がなくてね、それでさらにそうやってスマホ取られたってこともあったので、やっぱりちょっとそういうことがあって動画上げることができなかった、これまで。なので、ここから先も、今は動画上げれてますけど、この後もまた上げれないっていうのもしかしたらあるかもしれないので、そしたらそれもね、承知していただけるようによろしくお願いします。本当にマジすいませんでした。本当に俺のせいでこうやって動画見れなくなった、動画上げれなくなったので、本当に残念って思ってる人いるかもしれないですけど、本当に自分が本当に残念なんで、チャンネル登録者数もね、そろそろ100人目前になってきたので、100人に向けて、ね、全力でやっていければいいと思いますけど、そのためにはね、自分のね、日常生活とかも良くして、スマホをね、普段からある状態にして、普段から動画撮影できて、そして最高の企画をやって、そして視聴者の皆さんに楽しんでもらえるね、動画作りをやっぱやることがね、非常に大事だと思うので、やっぱそれを気をつけていくためには、自分が本当に一番重要だと思うので、そこを僕もね、頑張っていければいいのかなと思っています。なので、とりあえずね、今回久しぶりに動画上げたんですけど、まだ昔に撮ったね、本当にやりたい動画もいっぱいあるので、上げていければいいのかなと思ってます。で、これからもね、あと上げれない期間ももしかしたらあるっていうことは承知していただければいいのかなと思ってますので、それは本当によろしくお願いします。ちょっと、すごいショックですけど、2週間ぐらいずっと上げれなかったので、ちょっと本当に申し訳ない、本当に申し訳ないなって感じです。これからね、ずっと上げれるように、自分も努力していくので、皆さんもね、本当にチャンネル登録と高評価、そしてコメントもね、ぜひよろしくお願いします。もう少しでも面白かったら、本当によろしくお願いします。最近ね、もうレジェンズからも、ベジットとかもね、出て、すごい嬉しい。ベジットとかの動画もね、あそこの部分だけ残ってたんですけど、本編の動画がすぐなんか消されちゃって、消されちゃってとか削除されちゃったんですよ。一回上げようとしたら、やっぱ本当に最近ちょっとね、動画が消されることがすごい多くなってて、しかも青鬼にとってもカメラ止まるってことが本当に最近でも起きててすごい怖いんですけど、そういうのもあるんですけど、やっぱもっとね、面白い動画を撮って、まず上げることがやっぱ重要だと思うので、やっぱり上げて見てもらう、そして楽しんでもらう、そういうことが一番大事なのかなと思うので、それをね、心がけて、これからやっていこうと思います。でも、また、ブライチャンネルね、前やったんで、復活したんで、今回また、せっかく復活したんでね、もう、ここで止まらずね、この勢いのまま、もうずっと、何年も何十年も、皆さんに楽しんでもらえるような動画作りをね、私も頑張りますのでね、ぜひ応援はしてほしいなって感じです。なんで、もう、
それだけですかね、本当に。前みたいにあげれなくなってね、またずっとあげないで1年経って、ま、なんかこうまた新年でやるのは本当にこれ今回が最後にしたいんで、本当これでもう本当に最後で、ここからもうずっともうこのアカウントとしてね、このアカウントでなるべく上いけるように自分も頑張るので、本当によろしくお願いします。まずはまあ本当に動画ずっとあげれなかったら本当にマジすいません、本当にごめんなさい。まあこれから調整でねやっていくので、皆さん本当に、チャンネル登録、高評価、そしてコメント本当によろしくお願いします。ちょっとまだいつ動画上げるか分かんないし、なるべく早く動画上げるようにしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。はい、本当にありがとうございました。すいません。